和紙を下町探偵団源さんです。浅草からスカイツリーまで朝押しエリアライトアップ大作戦、3本目です。まあ、実は多分これがてか今回が一番メインですね。なんだよ、メインになる前にもダラダラと2本も撮っちゃったのかよみたいに言われそうですが、なかなか 今度の3本目はいいと思う、うん。でここのエリアのずっと、ライトアップをして、ここからちょっと外れたところ牛島神社、ここも今回のライトアップ作戦に協力してくれてるらしくて、この牛島神社へちょっと行ってみるのだ。ここもなんかねすごいぽいよ、見てないからまだわかんないけど。ここら辺もまあちょっといい感じだけどね、うん。でもまあなんていうの、純和風庭園を抜けていったその先には、あ、ちょっと見えてきたじゃん、うん。どんな感じかしらね。あ、もうあそこが鳥居か。こっちが行かない、こっちか。ん？待てよ。右の方が行くか？右から回ると真正面に見えてくるっぽい気がするけど。ああ、これも道すがら。ちょこちょこっとこれから始まるぞ的な感じなんだね。おお、いいじゃん。これは結構来るねみんなね。確かに、牛島神社なんかね竹をモチーフにいろいろやってる的な話は聞いたよ。これみんな竹だよね。竹に穴開けて中から照らしてる感じ。こっちすごいね、丸々鳥居全面にライトアップだね。遠目に見るとなんかちょっと面白い。こっち側の東門の方いいね。やっぱり竹なんだけど、あ、真面目にがっつり撮影してるよ。邪魔しちゃいけないかな。でも俺も撮りたいもんな。関係ないよね。あそこらへん。邪魔にならないですよって言われたんで撮ります。これかっこいいね。逆にこうワイヤーとかで釣ってんだけど夜だから見えないんで超渋い。これ絶対邪魔になってると思うんだけどな。
これ絵になるな。なんか星みたいだね。でもみんな撮るよね。これはなかなかね、本当に食う価値あると思うよ。これいいじゃん。この中にカップルが立って記念撮影できるやつかな。あ、すごい。第2陣来たよ。トルムルと3陣か。しょうがないね。邪魔になりますか？はい、邪魔になります？大丈夫です。大丈夫ですか？みんなそう言ってくれるとなんか嬉しいね。多分邪魔してると思うんだけどな。さすがにもう夜だから中は入れない。かっこいいな。ほんとかっこいいわこれ。鳥居もなんだろう、左の方から青い光が差し込んでライトアップしてんだね。でここまで来ると今度は真っ赤だよ。どっから差してんだろうね、青い光。これはイチョウかな。イチョウがなんか青く見える。なんだろうな、あれは。抹茶？噴射？あ、牛か。牛島神社だもんね。かっけえ。牛がこんなにきらびやかに牛の前に佇む二人の女性。よくね。お、いなくなったんでがっつり牛を取ってみましょうか。牛だよ。ヤギじゃない。全部これヤギでしょ。牛だよ。ヤギじゃないの。こっちも入るんじゃん。こっちはなんかのちっちゃい神社。何神社。この間も来てなんかそのこと言わなかったかな。お稲荷さんだよね。だいたいこういうとこにあるのは。お稲荷さんがあって、あれ、これなんだろう、社務所かな。そうか、いろいろ門によって見え方変えてんだね。内側から入るとこの宇宙感が見える的な。いいね。そっかそっかそっか。でその先に鳥居があるっていう風に見えるわけか。やっぱでもこの宇宙ってか、玉がやっぱ一番綺麗だな。
玉自体は発光してないんだ。周りからライトアップされてる光で映されて反射してるだけか。月みたいなもんだな。まさに天体観測。でも考えてみたらあの丸い玉も竹でできてんだね。全部竹なんだね、やっぱり。じゃあこっちから見たらどうなるのかな。こっちから見て終わりにしとくか。おお、あ、立てて、いいじゃんいいじゃん。もうちょっと近づいてほしいな。東京、東京鳥居があって、その向こう側に天体観測。かっこいい。これね、いつまでやってるんだっけな。もうしばらくやってるはずなんで、ぜひ行っていただきたい。まあ今日のとこは明日はこれでおしまい。一番最後に撮っといてよかった。これでいいのだ。